こんにちは、たかしです。よろしくお願いします。さあ、僕は基本あの、シンガーソングライターとしてやらせていただいておりまして、あの、ほとんどオリジナルをやるんですけども、先ほどの曲は、伝えたい一言という曲で、多分あの僕が作る最初で最後のラブソングかなと思いますね。はい、ありがとうございます。そう、あんまりねラブソングをね作らないんですよね。なんでかって言ったらめちゃくちゃ恥ずかしいからっていう。そう、ただね、あの僕の知り合いの方ね、ほぼラブソングしか作らないっていう方がいまして、それはそれですごいなと思いますね、やはり。
はい、ということで今日ね、なんかあ、でも晴れてますね。さっきちょっと曇ってましたけど、風も出てね、気持ちいい日ですよ。もう、あ、まだねもうちょっと了解です。まあ、じゃあちょっと先にね、ご紹介します。今日のギタリスト、久しぶりですね、福田雅也さん。イエイ。ギタリストの方で、普段の福田さんとやるときはアコギが多いんですけども、で福田さんがどっちかというと、まあ、エレキが好きっていうことで、そうで、エレキでねやってみたらどうなることかって、ね、今日ちょっと挑戦のね感じでねやっていきたいと思います、ね、そう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 、あ、もう準備できた感じだそれねえ、まあね、このエレキでねもしやったらどういう風になるかっていうのをね、ちょっと皆さんにね判定していただきたいなと思います。そう、そういうことでなんかブワーンってきたよあ、でもエレキもいいですね、なんかさっき言ってみて、スターウォーズの世界じゃないんで僕ちょっとわからないなと思ってはい、ということでね、いきましょう。2曲目それぞれ、
ありがとうございます。さあということで、次最後の曲になるんですけども、ありがとうございます。確かさっきも痛いな気がする。そう、あの先月僕ちょっとあの挑戦じゃないですけど、こうスーツでやってみたらどうなることかって言ってスーツで来たんですよね。で今日普段着で来たんですよ。そしたらあのいろんな人から、あ今日普段の普段着なんですねって言われて、そうこれが普段着なんだよって、まあ、普段着っていうか、まあ、ライブやるとき大体こんな格好してるんですけど、そうそうそう、なぜかあのスーツが定着しちゃってるってたった1ヶ月でっていうちょっと衝撃だったなと思って。さあね、ということでそんな楽しい雰囲気のまま楽しく終わりましょうということで、最後の曲楽しい音楽お願いします。右も左もわからず小道を歩いてみたけれど、まず何からしていいのか全くわからない。そんな時は音楽を聴くのさ、叫びたいな、ロックやメタルパンクを聴いて踊りたいな、時でも大丈夫、ちょっとだけ耳を澄ましてごらん、魔法の言葉それは音楽さ、くつろぐ時はコーヒー飲んでボサノバ聞いて、泣きたい時は心に響くバラードを聴けばいい、さあおいでよ楽しもう、皆で輪になって一つ、いつでも待ってるよ。いいですね、すごく。どうですか、良かったですか。ありがとうございます、良かったって。大成功。はい、ということで、この時間は私たかしがお送りいたしました。ありがとうございます。そしてギタリストは、目標は世界征服ということで、なんかあの部屋に世界征服って書いてあるのが貼ってあるみたいなんですね。それをこの前知ったんですけども、小学生の頃、あ今では貼ってない、はい、そんな福田正也さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。たかしさんと正也さんにもう一度大きな拍手をお願いいたします。